この、 日本自動車大学校、長いな、僕らは普段ナッツって呼んじゃうんですけど、ナッツの車はですね、今年から4気筒エンジンを、2気筒に変えてきました。ヤマハの MT-07 を、バイク専用、本来は、どちらかというとパルスで乗る感じのバイク専用のエンジンなので、そういうところで言うと、ああ、ずれちゃった。